あれ？あ、できてます？あ、できてます。はい。こんにちは。京都の能楽師松野さんと私、ドイツに住んでいるオペラ演出家の釣り穴悦子とお送りしているノートオペラ対談です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日もよろしくお願いします。この動画は、毎週木曜日に、松野さんの YouTube チャンネルで、日曜日に私の方の YouTube チャンネルから、毎週2本配信しておりますので、よかったら、YouTube チャンネルの登録をお願いします。下のボタンをクリックするだけです。で、いいねボタンも、押していただけると励みになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さて、こちらも、日中最高気温マイナス1度になってます。寒くなってます。はい、はい、もう12月です。はい。ね、まあ年末そんな寒いんですね。寒いんですよ。ここんとこ、ここ1週間ぐらい、はいはい、もうね、昼間でもマイナスってすごいですよね。うん。うん、そう。最高気温は。そう考えたら、やっぱり日本、ぬくいですよ。ああ、そうか、うん。いいですね。いや、もう本当寒くてね、もうクリスマスは、ロックダウンで人にやっぱりなかなか会えないっていう発表がついこの間出てですね、みんな結構意識調整してる感じの、ドイツです、うん。なるほど。日本も結構、多くなってきてどうたらこうたらとありますけれども、まだやっぱりぬくいので、そう考えると、いや寒いので、寒いんですけど、お店に入る人数制限とかが結構厳しくなっていて、皆さん外で行列作ってお店にパン買いに行ったりとかしてるからね、皆さん病気、そういう意味でね、風邪とかも召されなければいいななんて思って生活してますけど、うん、でももうクリスマスのイルミネーションがどんどん綺麗になってきて、年末っていう感じになってます、うんうん、でなるほど、はい、でですね、年末といえば、年末のオペラといえば、コウモリっていうオペラなんですよ。はいはいはい、はい、コウモリはこの間ちょっともうずいぶん前になるんですけれども、松野さんに一度オペラの体験をしていただくっていうコーナーで、この動画でこの対談の中で、松野さんに酔っ払いの監修役のフロッシュっていうのを演じていただいたんですけど、はいはい、それが、コウモリっていうオペレッタなんですけど、オペラというよりオペレッタの、はい、一部のシーンをやらせていただいたんですけど、そのオペレッタのコウモリが年末年始に、こちらでやられることが非常に多くて、オペラ座で大体かかるのがコウモリなんです、はい、で私が実はオペラポムルードというオペラ団体を代表でやってまして、でそれで今コロナのね関係で皆様を元気づけたいということで、月1回無料のオペラ歌手のための演技講習会を、オンラインでさせていただいてるんですけど、この12月は、はい、そちらの方もせっかくなんで、コウモリの一部の、一番大事なと言われる、ウィーナーワルツを踊る、勉強会にしようかなと思って今企画をしているところです。おおお、はいはいはい、でウィンナーワルツという、まあ、ウィーン発祥のダンスで、ウィーンではもう本当にもう猫も杓子もみんな踊るダンスです。で年末のカウントダウンにも、あれがかかるんですよ。そのウィンナーワルツがかかって、みんなでカウントダウンで3、2、1ピーンってなった瞬間に、タラララン、チャッチャー、ランチャッチャーってこう皆さんで街中でダンスを踊るっていうのが、はいはいはい、ウィンの恒例で、もうウィンに来たらダンスは踊れないといけないっていうか、ダンスが日本の踊ってるよっていう、除夜の鐘的なやつですね。そうです、そうです、本当除夜の鐘的な感じです。私がいた音楽大学、ウィーン国立音楽大学も、オペラ歌手とオペラの演出家はウィーナーワルツが必修科目になっていて、この授業を受けて、ダンスが踊れないと卒業できないくらい大切なダンスになってます。はいはいはい、踊れなきゃダメなんですね。はい、はい、でも松野さん、はい、ね、ウィーンにもいらっしゃったことがあるということで、武道会シーズンっていうのがウィーンにはあって、1月2月ぐらいは武道会シーズンで、はい、もうあっちこっちでもうなんか300とか400ぐらいの全部の武道会が 1年間にウィーンで行われるんですよ。
で、うん、でその武道会にいらっしゃると、まあ、ウィンナーワルツ踊れなきゃいけないんで、次回あの松野さんにはあの武道会に来ていただいてあの武道会に一緒に行こうぜっていうことで、そのため武道会ってそんなにこう一緒に行こうぜ的なノリで行けるんですか？あ、行きます行きます行きます、うん、そうなんですか、うん、行こう行こうっていう感じでみんなで行ったりします。本当本当、あの楽しいですよ。あのだってもともとさ王宮みたいなところでやっぱりやることが多くて、はいはいはい、シャンデリアとかもキラキラしててですね、はい、すごい綺麗なフロアにあの皆さん、まあ、ある程度ね着飾ってこう綺麗なお洋服着てあのドレス着てね、はい、でみんなでこう一晩踊り明かすみたいな感じです。本当にあのシンデレラ あの武道会みたいなああいう感じです。未だにやってますウィンで。でコウモリの中にコウモリのお話もメインはその武道会に行こうよって言って武道会で行ってあのこう出会うっていうのがあのメインのコウモリのお話なんで、でやっぱりその武道会のシーンが出てくるんですよコウモリにも。でもすごいきらびやかでね、冬ならではの楽しさがやっぱりありますね。あの外が寒くて曇っててどんよりしてる分家の中でこうキラキラしてて電気いっぱいつけて楽しい。なるほどなるほど、はい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 。っていうことで、松戸さんにもぜひ踊っていただきたいっていうことで、いつもと違う角度でこっち撮ってます。はい、今日お願いして、はい、あの角度を変えていただきました。はい、はい、では、いきます。はい、はい、さっき実はちらっとやってたんで、もう多分松戸さんできると思うんですけど、あ、ごめんなさい、先にその説明をする前にあのちらっと、ワルツとはどんなもんやっていうのをビデオでお見せしたいと思います。すいません、あのスクリーンシェアさせてください。それはね、ありがとうございます。ですね、ちょっと待ってください。ワルツって三拍子ですよね。はい、ワルツって三拍子です。で、ズンチャッチャッズンチャッチャッズンチャッチャっていうことしか僕は知らないです。うん、それだけ知ってれば十分です。ワルツ自体もそんなこう聞いたことはないので一緒にワルツを今聞きましょう。あの美しき青きドナウとか日本であの音楽が学校の授業とかでやりませんでした？いや、そのやったかもしれないですけど、記憶にないです。あ、今ビデオ、これがあのシシっていうあのホーク・エリザベス、オーストリアの王様のホーク・エリザベスのあのダンスのシシです。こんな感じです。未だにこんな感じです。あの武道館ですか？こうみんな着飾ってこんな感じでやってます。もう一つね、同じウィンナーワルツなんですけど違う種類の、ウィンナーワルツもちょっとだけご紹介したいと思います。ですね、これはですね、これはですね、シャカダンスです。これ社交ダンスですよね。ですけど、これは社交ダンスがあのスポーツとして競技会に出ていて、これであのこう1位とか2位を争うようなあのこうダンスです。もうちょっとこうスピード感があって、進むのも速いっていう、こういうダンス。ちょっとね、僕の方はこのカクカクしちゃって、あの進むのが速すぎてカク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 してるんですよ。あ、そうです。まあ、こんな感じで。おお、うん、です、うん。はい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 、はい、はい。すみません、あの時々ね、あの最近こちらインターネット環境が多分なんかちょっと声がちっちゃくなりましたね。あ、そうですか。今大丈夫ですか？かすかに聞こえてます。なんか多分そっちの音がちっちゃくなったんじゃないでしょうかね。今
YouTube でかけたからその音の違いがありますかね。今聞こえてますか。かすかに聞こえてます。このまま行って大丈夫かしら。ちょっと多分そっちの音源 音量が小さくなってませんかね。今ね音量最大になってます。あな戻りました戻りました、うん、OK です OK です。はい、こんな感じの社交、でウィンナーワルツなんですけど、ウィンナーワルツ、はい、全然難しくないです。基本はすごく簡単です。はい、はい、人が歩くみたいに1、2、3、1、2、3ってこう足踏みをするのが基本中の基本で、で体重移動をその度にして、はい、体重移動した次の足を出すときは必ずその次の足で、体重移動したその次の足っていうのを出していけば基本的に間違えることがないです。ちょっと一回足踏みの練習します。はい、いきます。まず、右足からいきましょう。右足を踏む、左足踏む、右足踏む、はい、で次左足、右足で、まあ交互にいっていくんですね。交互に歩くように踏みます。1、で、タートルに、まあ、3拍子のリズムで歩くというふうにちょっと考えてみると、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、まあ、基本的にただ普通に歩いているだけに数字が変わるだけです。ちょっと歩いてみる。はい。これでリズムで数をただ1、2、3に行ってきますね。1、2、3、4、5、6、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 そうです、そうです、そうです。うん。で、これを、このリズムで歩くんですけど、ただ単純に、方向を変えるとワルツになります。はい。で、男性はですね、右足から前に出します。で、前に出すときにまっすぐじゃなくて、前から行くとまっすぐちょっと斜めに出します。それで、次の足をさらに奥に出します。で、1歩目、1、2、さらに前に出す。3で前、後ろの足を横に合わせます。うん、でその時に合わせる時に体を、後ろに回転します。どういうことかというと、180度回転します。1、2で横を向く。3で揃えながら後ろを向く。うん、2、3、そうです、そうです、そうです、素晴らしい、パーフェクト、はい、グレイ。そう、その後、1、2、3と後ろ向きましたよね。今度、4、5、6は、左足を後ろに出します。で、右足を出すときに横向きます。で、その後、左足を右足に合わせるときに前を向きます。じゃあこちら、1、うん、2、うん、はい、はい、はい、あ、後ろ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 、違う、後ろ、後ろに引く、後ろ、横に行く、前。1、2、3、1、2、そうです。素晴らしい。パーフェクトです。はい。で、これをただ連続していくだけになります。もう一回言うと、1、2、3、4、5、6で、もう一回また元に戻る。前、横、後ろ、後ろに下げる、横、前。ひたすら連続してやります。1、2、3、後ろ、横、前、そうです、そうです、そうです、すごい、すごい、2、すごい、すごい、飲み込み早い。はい、
じゃあこれを、もうちょっと早いテンポで、回転大きな円を描きながらやってみましょう。はい。はい。で、私こっちから描きますね。体は、はい、右へ回って円は左へ回っていくってこと？はい、ですね、グッドクエスチョンなんですけど、そうです、体は右に時計回りに回るんですけど、はい、社交ダンスはなぜか左回りに回るんです、会場で。1、2、3、1、2、3、1、反対。1、2、3、これ合ってるね。合ってます。1、2、3。合ってます。1、2、3。はい、合ってます。1、2、3。はい、OK です。前。ちょっと4つ目ぐらいで分からなくなってきます。ちょっともう一回いきますよ。はい。1、2、3、4、5、6って数えた方が分かりやすいかも。4、5、6の時は後ろだよって思いながら歩いてみてください。右、前、右。こっち向いて、反対。1、2、そうです。うん。4、5、6、前、1、2、3、4、5、6、1、2、3、合ってます、うん、で合ってるんですけど、今1、2、3、休み、4、5、6、休みってなって基本 4拍子になっちゃってるんで、なるべく今の休みをなしにして連続してちょっとやってみてください。いきますね。はい。1、2、3、4、はい。1、2、3、あ、ここ違う。いい感じ。2回はできる、2回は。1、2、3、4、5、6。いい感じ。うん、一瞬ほんのちょっとくちゃってなったけど、立て直したのが素晴らしい。あのね、向こうの方に行くと、次どっち回っていいのかがよくわからなくなってしまいます。あ、基本的にずっと同じ回転をするからひっくり返ることはないので。そう、分かってるんですよ。それは分かってるんですけど。分かってるんですけど、うん、パニックになります。あの、シャルイーダンスっていうさ、映画があったじゃないですか。あれでさ、あの、こう、机の下で足踏みしたりするさ、ちっちゃいシーンとか、あとなんかこう電車乗るところのプラットフォームの上でちょっとこう足踏みしたりとか、なんかそういうシーンがちょこちょこって出てくるの知ってます？で、あれって本当にね、こうダンスを始めるとああいう感じで、その自分のそのステップが体に染み込んで、頭で考えなくても自動でできるようになるまでずっとこう踏まないと、やっぱりすぐにはできるようにもちろんならないので、今みたいに本当にここ今ちょっと数分でね、ここまでできるようになるっていうのはもう本当に素晴らしいと思います。さすがです。
ありがとうございます。うん、普通はもう本当に何週間も何ヶ月もかかってこう体に体得していくものなので全然、はいはいはい、もうごく当たり前だと思います。一瞬分かんなくなるの。多分ね、ドラムを少しやってたんで、うん、このリズム、タッタッタッ、タッタッタッ、これが分かるんで、うん、取りやすいんだと思います。すごい。でも三拍子って基本的に日本の音楽にないので、ないです、ないです。でも日本人にはワルツって苦手な人が多いっていうふうに言われてるんですけど。うん、だと思います。やっぱり違いますか、この音は。大きく左へ回るパターンは一番多いので、うん、いいんですけど、うん、体が反対回ってるでしょ。はい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 。右に回りながら左へ回っていくっていうのはないんですよね。うん。うん、それがこう頭がこんなになる。ああ、そうかそうか。逆にしながらこう回るからですよね。そう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 。これがもうちょっとなんかパニックになる原因です。なんで、体が右回転をするかっていうと、なのに、左回転をするかっていうと、女性が男性の場合はこっち側にいるんです、右側にいるんですで、右側にいるので、こういうふうに女性が今、ちょっと物を見ます女性がこっち側にいるんですそれで、組み方まず組み方をお教えしたいんですけど組み方はまず、男性の左手は肩のラインに上げて、はい、ここで手を女性と組みます、こういうふうに。うん、で、右手は、女性の背中のここのところに手をそっと与えます。で、こういうふうになります。うん、女性はここの上に手をこういうふうに、男性の上に手をここに。乗せる形になるんですけど基本的には女性も手をこう乗せるんですけど男性の手の上にこう捕まるんじゃなくてそっと置くっていう形になってますで女性と男性のコネクションは手でここでコネクションするのとここのこの背中のところでコネクションしてこれでこう男性がどっちに行きたいかとかいう指示を軽くなんですけどここでこう与えることができるようになっていて、あともう一つここのところに女性がこっち側に女性が半分立って、体に半分女性こっちに立っていて、はい、で男性がここか背中をこういうふうにしてこうダンスをするんですけど、なのでこっち側に回るのは難しいんですよ。女性がこっち側に回る、はい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 、なんでこっち側に回るっていうのは簡単なんで、右回転が今のは、ナチュラルターンって言うんですけど右回転が基本的に社交ダンスの簡単な、はいはい、一番基本のステップになってます。だから1人じゃなくて2人で回るので重心がここじゃなくてここに来るんですよね、はい、そうですそうですこっち側に来ますこっち側に来るんですよね、はい、だからこう回っていくわけだね。はい。あ、わかりました、わかりました。はい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 。なので、左の方が、左に大きく回る方がやりやすいっていうのはそういうの。そうです、そうです。はい。じゃそれでちょっとやってみましょうか。次は、はい、背筋は伸ばしてですね、ここの背骨の一番始まる仙骨から首の付け根まで、まあ、全部背骨が取ってるんですけど、そこをまっすぐにした状態で、腰のあたりから下は、柔らかくしておきます。はい。で、まあ、ワルツは 2拍目の時に、トーって言うんですけど、かかとはつかないで上がって3拍目でまた降りるっていうのが、基本です。はい。1拍目踏んで2拍目で上がって3拍目で降りる。はい、っていう感じです。じゃあ、数でいきます。1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64
合ってる？全部こう後ろ交代になっちゃってるかもしれない。前そうね、そうね。1,2,3,4,5,6 で前。1,2,3 後ろ。4,5,6 前。1,2,3 後ろ。4,5,6 そう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 素晴らしい。わかったわかった。できたできた。はい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 、はい、これをテンポを上げていきます。今のができるようになったら少しずつ少しずつ少しずつテンポ上げて、あの最終目標はタララワンチュースリーワンチュースリーワンチュースリータラララで、このテンポでやるとどうなるかっていうと、ティララワンチュースリー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 ってなります。あーはい、ははそれ無理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 。無理。あの多分今やるとちょっとこう崩壊すると思うので、あのゆっくりゆっくり、はい、あの今度ウィーンに来るまでに練習しといていただいて。わかりました。一緒に踊りましょう。はい、ちょっともう一回最後やってみます。はい、お願いします。はい。はい。こうですよね。はい。はい、行きます。はい。おお、すごい、すごい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 、あかなり上達してるっていうかすごいですね、こんなにてかなりいきなりテンポ早く、あの間違えずにできました、すごい、あの今奇跡的にできました。いや、さすがさすが能楽師の松野さん。ありがとうございます。いやすごいですよ、これはすごい。あのニューヨークで、ワルツのクラスにいたことがあるんですけれど、ちょっと興味があって、あの、まあ、ウィーナーワルツをね、その前から踊れたんですけど、ちょっとニューヨークでもね、あのワルツのクラスに行ってみたら、1ヶ月かけてあのニューヨーク人ができたのはこんな感じ。1,2,3,1,2,3,1,2,3 ってこうやって出してました。もう全然ウィーナーワルツじゃない。あの 1,2,3,1,2,3 って今やったのはやっぱちょっとあのアメリカ人には難しいってことで、簡単バージョンのウィナーワルツをアメリカではやってました。はい、でもねこれね、あの自分の中でカウントしてやっとこさっとこですわ。あのこれ音楽とか入ったらもう無理無理、絶対無理。いや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 、あでも本当に素晴らしい、でもなんかあの基本が分かったらちょっと楽しいです。うん、あのこのこういう感じが できてくると楽しいですね。あの突っ立ってじゃなくてズンチャッチャズンチャッチャみたいな感じができると楽しいですね。うん、そうなんですよね。あのウィンナーワルツでウィンでやるウィンナーワルツは、特にウィンのオーケストラでやるウィンナーワルツは 1,2,3 で、あの全く同拍ではなくて1と2と3のリズムが、うん、ほんのちょっと1、2が長くて3が短いっていう、ちょっとね1、2、3、1、2、3ってちょっとリズムが崩れるんですよ。でこれはなんでかっていうと、今は、ナチュラルターンの方であの右回りの方をしたんですけど、左回転のダンスがあの方のワルツになると、今のちょっとあのステップが違って足をクロスするんですね。でさっきも言ったみたいに女性がこっち側にいるのにこう回らなきゃいけない、この人がいるのをこういうふうに回らなきゃいけないんで、そのために時間がちょっとかかるんです。でそのためにその2拍目をちょっと取ってあって、足もあのちょっとこうクロスをしたりとかいうのを入れるんですけど、あのそういうふうな形で音楽が発展して、あのそういう特殊なリズムになっているっていう歴史があるので、あの本当に音楽とダンスっていうのはもう切っても切り離せないなんか関係にあると思っているのです。なるほど、なるほど、はい、いや結構楽しいですねこれ。楽しいでしょ。楽しいです、楽しいです。はい、楽しいです。じゃあ、今回ちょっと僕あのめっちゃ、頑張ったんで、次釣りさんちょっとあの脳の回転系をちょっとやってもらおうと思います。はい、わかりました。じゃあまた。はい、ありがとうございました。あ、私のクラス12月の20日にあるんですけれども、
クリスマス特集というかクリスマス特別で、普段だったらオペラの歌手の人たち5人だけを、選定してクラスをしてるんですけど、今回の限りでマックス20人で、オペラの歌手じゃなくてもダンスに興味がある人は受け入れるので、よかったら皆さん申し込みをしてください。無料になってます。申し込みは私のオペラポムルージュの、はい、サイト下の方にも書き込みをしておきますけれども、Google で探されるんだったらオペラポムルージュで探してみてください。ポムは POOM、ルージュは ROUGE、 フランス語でリンゴ、赤いリンゴって意味になってます。はい、はい、ではまた、はい、はい、失礼します。